廊下が伸びている。ちはやちゃん、ナーナちゃん、ちはやちゃん、ナーナちゃん。学館があるとは。結構広いぞ、この学校。大丈夫か？別館にも職員用とかのトイレがあればいいんだが、この柵を越えれば校舎外に出られそうだな。だがなんだ、この見渡す限りの樹海は校舎の外周をぐるっと囲んでいるようだな。とにかくまずはこいつを何とかしてやらないと。よし、行こう。なんだこの校舎、空気が一段と重いぞ。お兄ちゃん、痛い。俺もだ。耳鳴りが止まらない。ここは長居するとやばそうだな。ユカ、お前外で待ってるか。向こうの校舎の方がまだ安全な感じがするぞ。やだ、一緒に行く。仕方ないか。分かったよ、一緒にいるから。ここもダメか。カオリン、カオリン、あ、カオリン、カオリン、あ、
ああ、見たことない制服だが、生身っぽいな。話しかけてみようよ。そうだな。俺たちは、如月学園って学校の生徒なんだけど、クラスの奴らと、おまじないをしていたら、気を失って、気がつくと、ここに拉致られてたんだが、君もかい？表情が変わらない。様子がおかしいぞ。クレルも私たちの存在は小さな小さな命の融合体。その場に居合わせた鳥たちはいつまで経っても出会えない。無双無双の波に飲まれて私の体はただ浮き沈みを繰り返す。幸子の気持ちはとても嬉しい。だけどそれ以上の行いはただ悲しみを満たすだけ。二度と来ない。けれども私たちのその場に居合わせた無双無双の波に飲まれて私の体はただ浮き沈みを繰り返す。幸子の気持ちはとても嬉しい。だけどそれ以上の行いはただ悲しみを満たすだけ。二度と来ない。俺たち以外にも連れてこられた人間が結構いるのかもしれないな。よし、追いかけてみよう。君、すまない、急に話しかけて。俺たちは如月学園って学校の生徒で。どうしたんだ？いやー、誰も信じない、信じないぞ。せっかく生きている人を見つけても、みんな精神が壊されている。この旧校舎、長居するのはやはり危険かもしれない。また地震か！くそ！大丈夫だ、収まったぞ。よく我慢したな。さあ、立てるか？
なんだこりゃ。封印って中に何かいるのか。無理するなって。その辺でしてきな。膀胱を痛めちまうぞ。渡り廊下の校舎の外なら大丈夫だろ。よし、行ってきな。俺はここで待ってるから。柵はあるけど乗り越えられるよな。うん、やってみる。何かあったら大声で呼べよ。お兄ちゃん。やだ。君は…まったく…ん？お兄ちゃん…かわいそうに…Thank you.
と。あれ、怪我は？いや、そう、僕は刻み優也。ゆかちゃんと言ったね、禁断のおまじないで。そうか、一緒なの。お兄ちゃん、かわいそうにね。妹の、うん、よかったら生きているものはできる。僕の妹も一緒に探。お兄ちゃんを。わかった。これじゃ通れないな。
これじゃ通れない。すごい。小学生の遺体まであるとはこの子か。これじゃ通れない。すごい。なんだ。入れそうだね。じゃあ。黒崎。ああ。やっと生きてるや。参ったよな。外に出るとお前、あ、目にする死体の数、もう俺一生分だから、俺授業、そしたら休み時間にありがとうってメール、あの、刻み？ぐっ、ぐっ、
ここではあいつらに殺されるのも。どうせ死ぬんだからな。気を失った。間に立て続けに町内で多数発生していた連続児童失踪事件は、警察機構の入念な捜査の末、最悪の形で解決へと向かう。天神小学校の開校当初から閉鎖されていた地下室で行方不明になっていた児童3名の亡骸と、殺害される直前だったのか怯えた様子で座り込む女児1名、そして血まみれのハサミを手に放心している同校の教員1名が発見された。救出された女児の証言から追及は進み、男は女児を含む4名の児童の誘拐と殺害を認めたため、未成年者回収、殺害及び死体損壊などの罪で送検されるも、刑事裁判にて心神喪失が認定され無罪。この犯人の局の男は同校教師で校長の子息であり、生来快活な性質であったが、起因する要素が全く不明の突発性の脳障害から年々教員として弁を振るうことが困難になっていた。事件の数ヶ月前より別の就職先を探す日々を続けていたが、結果は芳しくなく、日中町内を所在投げにふらふらと歩いているところを何度も目撃されていたようだ。男は入所後数ヶ月で看護医たちの隙をついて療養施設から脱走。天神小学校の地下室に入り込み、首を吊って自殺した。この事件で殺された児童たちはほとんどが天神小の生徒たちだったが、犯人逮捕時に寸出のところで救出された女児は天神小の生徒ではなく、事件後他県に移っていったとされている。悪い噂の立ってしまった天神小学校の不運はその後も収まらず、忍び込んだ変質者による強姦事件や自殺の舞台として利用されたため、生徒数が大幅に減り、ついには廃校に追い込まれた。当時60歳になっていた校長は、自らの屋敷の襖や壁、畳などに意味不明の文字の羅列を書き殴るなど奇行が目立っていたが、廃校決定のその翌日、天神小の屋根から飛び降りて自殺してしまった。首の骨を折り即死だったようだ。賛美極まる事件である。私はこの一連の事件の陰に、人知を超えた力の動き、巨大なる呪詛の側面を見ている。鍵を握る人物はやはり、現場で同い年の子供たちが惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者。事件を生き残った赤い服の少女だ。怪奇事件ルポライターの私が機会をいただいた本誌での連載は、始まったばかり。このまま追跡取材を進めてみたいと思う。続報に期待していてほしい。
この事件、一人女の子が助かっていたのか。さっき見かけた赤い服を着た女の子の幽霊じゃないか。どうして殺されなかった子まで一緒にここに幽霊となって存在しているんだ。大切な人を案ずる思い、それゆえ受ける痛みや苦しみは、死者にも生者にも隔てなく与えられる美しい聖痕。君は、死んだ魚のように目が濁っている。私はここで死んだ幽霊です。そうか。なんて言ったらいいのかわからないが。幸せと不幸は隣り合わせ。安易に幸福を得ようとするには、それなりのリスクが伴うもの。ん？何を言ってるんだ。あなた方がこの学校に閉じ込められたのは、幸せの幸子さんを行って失敗したからです。幸子さん。ああ、最後にみんなでやった失敗だって。誰かが唱える回数を増やしたか減らしたか、人数分正しく唱えなかったのです。誰かが。ちゃんと9回唱えた。幸子さんお願いします。9回だよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。俺は確かに9回しっかり唱えたはずだ。誰か失敗したのか。そのせいで、いや、そうじゃない、違う。こんな事態、誰かのせいじゃない。わざとかも。お友達の誰かが面倒で適当に唱えたか、あるいはもっと遊びたくて簡単に終わらないように失敗したか。わざとでなくてもいい加減な性質の人なら失敗しても考えそうですわね。まあいいや、バレないって。こんな恐ろしい出来事に発展するとも知らずに。誰も申告しなかったのでしょ。失敗した、ごめんなさいって。いい加減にしてくれ。ごめんなさい、ついいろんな可能性を考えてしまうのです。職業柄かしら、もうペンはとっくに折ったはずなのですけれど。あなたはまだ持っているようですね、おまじないの切れ端を。それをしっかり手に握って思ってみてください。あなたの大事な人たちのこと。その、すまない、俺急いでるんだ。妹の姿が見えないんだよ。他の奴らも見つけないと。心配する気持ち、心をかき乱す衝動、それでいいのです。おまじないとは、人が人を思う気持ち、心そのもの。それが愛情であれ憎しみであれ、思いが強ければ強いほど、まじないはパワーを発揮するのです。ブレンド・ムース・ホック。熱い。待ってくれ、一体何をしているんだ。フリジで体がオールツイード。私たちの邪魔をする者は、行きなさい、思い人のもとへ。もう遅いかもしれませんけど。